ガバと呼ばれています。ガバもうなんか本当に全身運動だ。ハッピースポータイム第6回始まりました。体を動かすことが大好きほのかです。今回もボルダリングをやっていきます。インストラクターの村井さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回は、ホールドの、握り方と、足の置き方について、説明したいと思います。で、まあ、ホールドにもいろんな形が、ありまして、で、それぞれ、まあ、どう握ると、楽に登れるかとか、まあ、どういうふうに足を置くと、登りやすくなるかっていうのが、まあ、それぞれ分かれていますので、うん、そちらをご説明させていただきたいと思います。はい。ではそしたらホールドの握り方について説明していきます。お願いします。まずは、初心者の方が一番最初に掴む、ホールドの形状なんですけど、こちらが、ガバと呼ばれています。ガバ、まあ、海外だとジャグとも呼ばれるんですけど、まあ、これに関してはあまり持ち方っていうのは決まっていなくて、まあ、とにかくなるべく指の先までしっかり深く握ってもらって、まあ、あとは握力もちょっと使ってあげて、まあ、腕を引くような感じで握っていただければと思います。クリンプと呼ばれるこういうちょっとちっちゃめの、これ指先しかかからないようなホールドですね。ちっちゃいですね。こちらはクリンプとかカチって呼ばれてますね。カチ、だいたい第一関節くらいまでしかかからないので、もう指先をどう力を入れるかっていうのが重要になってくるんですけど、この場合はなるべく4本の指をなるべくこう揃えてもらって、であとはこう第二関節をちょっと曲げるようにして、まあ、こうちょっと指を立てるようにしっかり握ります。握るじゃなくないですか。そうですね、もうなんか引っ掛けるというか、本当にここしかかからないんで、まあ、これは多分最初はそんなに出てこないので、ちょっと中級者以上のコースになってくるとだんだんこういったちょっとちっちゃいホールドも出てくるようになると思います。これでスローパーと呼ばれる、ちょっと取っかかりがあまりないこうのっぺりとした形状ですね。でこの場合は指先だけではなくて、しっかりこの手全体の摩擦力を効かせてあげて、しっかりこう全体で、まあ、握るというか、握るこうしっかり包み込む、そうですね、ちょっと包み込む感じでしっかりこう摩擦を効かせてあげる感じで持ちます。まあ、これも中級者上級者クラスの、そうですね、もうやっぱり女性の方っていうのは比較的男性の方と比べてちょっと手が小さいので、まあ、この面積的にはちょっと持ちにくいホールドになってくるかなと思います。いや難しそう。徐々にまあ慣れてくるとは思います。ピンチと呼ばれるホールドですね。こういったホールドは、まあ、こう片方から掴むのではなくて、まあ、親指と4本の指に分けてあげて、でしっかりこう左右から力を入れるような感じで、まあ、握って掴んでいくようなホールドになります。まあ、しっかり親指の方も力を入れて、握ってあげることが大事ですね。はい、挟み込む感じ。そうですね、もうしっかり挟み込む感じですね。アンダーホールドと呼ばれる、まあ、これはホールドの形状というよりもホールドの向き の、まあ説明になるんですけど、まあ、コースでまあ設定されているそのホールドっていうのは、まあ、どれもこう上向きから掴むっていうわけではなくて、中にはこういうふうに下側から、まあ、下に向いているようなホールドもあるので、こういった場合はしっかりこうつま先と前腕で、しっかり引っ張ってあげる感じですね。前腕は手前、自分の方に引っ張ってもらって、はい、足は向こう側ですね。前腕とちょっと反対向きに力を加えてこう突っ張る感じで、これでしっかり体を支えるようにしてください。で次は、足の置き方についてですね。はい、足の置き方にも、いろんな、まあ、置き方がありまして、ちっちゃい、まあ、石に、まあ、ホールドにつま先でこうしっかり踏むことをエッチングっていうんですけども、この向きによってまたちょっと置き方が分かれてきます。でまず一つ目はフロントエッチングっていう、まあ、この正面ですね、この一番尖った部分で正面からこういうふうに踏む置き方になります。で2つ目は外側ですね、この縁、外側の縁を使って置くアウトサイドエッチングっていう置き方ですね。で3つ目がソールの内側の縁を使って、まあ、足を置く、こういうインサイドエッチングっていう置き方なんですけど、なので、まあ、そういう場面に応じてこの踏み方はちょっといろいろ変えてもらえるといいと思います。で今のが、つま先を使った置き方なんですけど、その他にもスメアリングと呼ばれる、まあ、つま先だけではなくてこの足の前の方全体の面を使って踏む置き方がありまして、そういった場合には、まあ、こういった面のような形状の時に役立つんですけど、まあ、こういうふうにつま先だけ置くっていうよりはこの前
この前の方の面を全部使って、なるべくそうですね、面積を大きく取ってあげて、こう摩擦を効かせてあげるとできるようになります。そうですね。まあ、中にはこう壁を1回蹴るようなコースとかもあるので、そういった場合にもスメアリングっていうのは有効になってきますね。であとはですね、ちょっとしたまあ応用になるんですけど、こういったかかとを使った、まあ、ヒールフックっていう技もあって、まあ、こういった時には、まあ、こういうふうに乗るっていうよりはかかとで引っ掛ける感じで、こうすると体がこう支えられるって感じですね。甲の部分を使ったトゥーフックっていう技もあって、こちらも、まあ、乗るっていうよりは引っ掛ける感じで体を支えることができますんで、そうですね、まあ、中にはそういう技を使わないと登れないようなコースも出てくるんで、まあ、いろんなところで応用されると思います。いや、面白いです。では今回は、ホールドの握り方と足の置き方についてご説明させていただいたんですが、どうでしたか？いや、こんなに握り方と足の置き方に名前があるなんて知らなかったです。そうです、最初ちょっと覚えるの難しいかもしれないんですけど、はい、ぜひ覚えてもらって難しいコースに生かしていただければと思います。そうですね、ちょっと復習してきます。お家でお願いします。次回のテーマなんですが、マイシューズ選びに関してです。おお、いよいよシューズですか？そうですね、ちょっと中級者の入り口という形になってくるんですけど、シューズに関しては、僕がちょっとお世話になっているあのクライミングの製品の取り扱いで有名な株式会社キャラバンという会社の方にシューズについてご説明をちょっといただく形になりますので、はい、ぜひお楽しみにお願いします。わー、楽しみです。ついにマイシューズが手に入るんですね。そうですね、自分に合ったシューズを選んでいただければと思います。はい、わかりました。ということで、どんなシューズを選んだ方がいいのかというのを次回お聞きしたいと思います。ということで、ハピスポタイム、次も見てね。バイバーイ。バイバーイ。お家でつかみ方練習しとこうっと。